私たち、はい、お隣の福井県の方からやってきました、はい、せーのアミーガスです。はい、18歳のミユです。はい、14歳のヒカリです。よろしくお願いします。頑張るよ。頑張ります。それでは1曲目聴いてください。最初の曲聴いてください。女の子男の子。割り切れない態度ね、あなた。
私たち改めて福井県からやってきたアミーガスというグループです。今日はどんどん祭りに出演させていただきありがとうございます。ありがとうございます。すごいね。あ、すごい、もういっぱい人がいっぱいいる。皆さん見てくださってありがとうございます。ありがとうございます、ね、ちょっとアイドルっていうとね、はい、どんな印象があるか皆さんわからないんですけども、はい、アイドルって結構いいものなので、今日この機会をね、ぜひ覚えて帰ってアイドルっていいなって思ってくれると嬉しいなと思います。屋台とかもね、今日すごいいっぱい出てて、いっぱいあったね。うん、食べたんですよ、私たちも。うん、食べた。そう、いっぱい食べちゃってさっき言った出番前なのに。そう、ね、うん、そう、どんどん祭りはすごいいいイベントだなって思います。なんかスタッフの人とかもすごい優しいんですよ。優しいの、本当に優しくてね、福井県と全く違かった。ちょっと待って、それは、ね、福井県と全く違う。福井の人も優しいよ。福井県の人優しいけど、このスタッフさんみたいに頑張ってくださいみたいなこと言ってくれないから、ほんと言ってくれないよ。いやでも優しいよ、福利区の人は。そう、みんな優しいね。優しいです。お客さんも皆さん今日は温かく見守ってくださってるので、はい、ありがとうございますって感じですね。はい、はいはい、それではアミーガス最後の曲に行きたいと思います。ちょっと待ってよ、はい、ねえ、ちょっと待ってよ。ねえ、ひまりさ、やりたいことあるって言ったんじゃない？あったっけ？あった。じゃあ皆さん、声出す準備できてますか？ごめん、いきなりでごめんなさい。そうだね、びっくりした、びっくりした。ごめんなさい。でもみえちゃんに言ったよ、ちゃんと。うん、でもびっくりした。練習時に言ったのに、すぐ忘れた。ひどいやつや、ひどいやつや。ちょっと、うん、はい、じゃあ次はみんなが盛り上がる曲をやりたいと思います。それでは最後の曲聴いてください。グロイング。ひまりさん、今のでいいの？もう一回言ってきなよ。え、何が？ゲーってやつ。